皆さんこんにちは。井上久音楽教室の井上です。今日は、アコースティックギターについてちょっとお話ししたいと思います。で、アコースティックギターで、アコースティックギターを弾かれてる生徒さんで、よく指が痛いっていう生徒さんがいらっしゃるんですけれども、で今日はね、そのアコースティックギターの種類をちょっと、紹介したいと思います。でアコースティックギターは大きく分けて2種類の、ねタイプがあります。1つが、ナイロン弦、まあ、クラシックギターとかですね、フラメンコギターとか、そういうギターなんですけど、これもそうなんですけどね、これもナイロン弦のフラメンコギターです。で、もう1つが一般的なフォークギター、スチール弦と呼ばれている、スチール弦って鉄の弦ですね。そのアコースティックギターの2種類があります。で、その鉄弦を弾いてる生徒さん、よく、うちの生徒さんでもいるんですけれども、指が痛いです、先生指が痛いんですけどっていうことを言われる方が多いんですね。で、よくよく、見るとですね、そういう生徒さんの楽器って大概楽器店で、ただ単に、楽器店から、買ってきたそのままの状態で、セッティングがされてないとか、まあ、調整がね、ちゃんとされてないっていうようなものが多いんですけれども、そもそも、楽器店で売ってるその楽器店自体にそのギターの知識が、あんまりない人が多いんで、例えば弦高だとか弦の太さだとか、そういうことに対して、非常に知識がないんですね。で一般的に売られてる楽器店で売られてる楽器の弦ってすごく太いし、メーカーが標準だって言ってる弦高の高さって高いんですよ。だからそれをそのまんま、普通のね、初心者の生徒さんが、買ってきても、例えばね、このよく F のコードって、このバレーって言って、あの全部の弦をこう押さえる押さえ方がありますよね。これこういうコードとかが弾けないんですね。でも、ちゃんと弦高を低く設定して、細い弦、まあ、通常ライトゲージっていうのがまあ貼られてることが多いんですけれども、うちの生徒さんには、ほぼ初心者の人には皆さん、一番細いエクストラライトゲージっていうのを貼って、もらってます。で、人によって、そのエクストライトゲージだと細すぎるから音が悪くなりますよっていうことを言う人がいるんですけれども、そんなことないです。それ嘘です。っていうか、まあ、厳密に言うと、低音の鳴りとかがね、変わったりはするんですけれども、初心者の方にとっては、太い弦で無理して、抑えられなくて挫折するよりも、細い弦を張って、楽に抑えられるようにした方が上達も早いし、練習も楽しくなるしね、そっちの方が絶対いいです。なので、うちの生徒さんは、まあ、楽器購入するときに、うち定型の楽器店さんが何店かあるんですけれども、そこでは、購入時に弦高の調整、それから弦の交換、細い弦の交換ですね、それ全部やってもらってます。で、他の楽器店で買ってきちゃったって生徒さんに関しても、そのリペアマンを紹介して、全部そういう弦高の調整だとか、弦の交換っていうのをやって、弾きやすくなって、弾きやすくしてもらってます。で、ナイロン弦とスチール弦、まあ、指が痛いっていう方には、まあ、やる音楽だとか、その、ね、曲によってもまあ違うんですけれども、まあ、その辺の違いをね、今日、実際に弾きますから、それをね、ちょっと参考にしてね、選んでみてもらいたいなと思います。で、まあ、一般的に、ナイロン弦の方が柔らかくて、で弦の張りも、柔らかいですし、押さえるのも楽だし、指が痛くないです。でスチール弦の方はやっぱり弦の、張力っていうのが強くて、押さえるのが大変で、で指が痛くなります。でこれはもうしょうがないです。
なんで、指が痛いっていう生徒さんにはうちは、ナイロン弦を勧めているケースが多いですね。勧める場合が多いです。で、実際に買い替えられて、非常にね満足していただいている生徒さんがたくさんいます。で、じゃあね実際にちょっと、まず、これ、ナイロン弦なんですけれども、まあ、厳密に言うとこれフラメンコギターなんだけれども、メープル材って言ってちょっと硬い、木なんですね。だから音も若干普通のクラシックギターだとか、そういうのに比べると杉だとかね、マホガニとかで作られてる楽器に比べるとちょっと硬い音がします。ちょっとご了承ください。実際はもっと柔らかい音が出ますので、クラシックギターとかはね、じゃあちょっとね、スケール、それから、コードストローク、それから、アルペジオと、あと簡単な曲をねちょっとね弾いてみます。でそれで、ナイロン弦とスチール弦の方をちょっと比較してもらえればなと思います。まずスケールからコードストローク、次は指弾き、ちょっと簡単な曲を弾いてみます。こんな感じですね。じゃあ次スチール弦を、弾いてみます。で、スチール弦、これね、これが普通の標準のサイズの、650っていうサイズなんですけども、ここのねナットから、このブリッジまでの長さが650、センチメートルっていうことで650っていう、標準のサイズなんですけど、こっちはね。それよりも若干短い、多分580かな、ちょっとうちの娘がですね私のギターをちょっと持ってっちゃって、普通サイズの、スチール弦が今ないんですね、今ちょっと娘がちょっと使うんでお父さん貸してって言って持ってっちゃったんで、普通のスチール弦がないんで、ミニギター、これ子供用なんですけれども、子供用あるいはトラベルギターに、まあ旅行とか行くときにね、持ってくのにちょっとちょうどいいサイズで、ちょっと小ぶりの580のサイズなんですけれども、車の中でね車中泊とかする車の中とかで弾く分には椅子を一番後ろに倒して、運転席でね、弾いたりすることができるんで、私は車中泊とかする旅行とかするときにはこれを持ってきます。で、これも鉄弦なんで、さっきのこっちのナイロン弦に比べるとかなり、ブライトな、鉄のね、まあキラキラキンキンしてる音になりますね。ちょっとチューニング合わせます。コード。
ですね。で、指弾きで、アルペジオ弾く。こんな感じの違いがあります。どちらか、まあ、お好みのね、ギターを弾いてもらえばいいんですけれども、まあ、指がもしねスチール弦で痛いっていう方はナイロン弦の方が、指は痛くないです。ただ音質的なね、ものでどうしてもこういうきらびやかなね、鉄弦の特有のきらびやかな音が好きか、あるいはナイロン弦のこの温かいね丸みのある音が好きか、これによって、判断していただくといいと思います。ただ鉄弦をね弾いて、鉄弦を弾いていてどうしても指が痛いっていう方は、まず弦高の調整をする、それと、弦を一番細いエクストラライトゲージってやつにする、これでだいぶ改善します、それでも痛いっていう人は、やっぱりナイロン弦に変えた方がいいかもしれないですね。でその辺のね、楽器の購入だとかメンテナンスに関してはうちの教室は提携楽器店がありますので、いろいろアドバイスだとか、お店 の紹介ももちろんしますし、ちゃんとその辺はサポートさせていただきます、まあ、アコースティックギターね、やられてる方あるいはこれから買われる方、参考になれば幸いです。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。